魔界への復讐の日を迎えられたのも全ては皆のおかげ。今宵の祝福ありがたく受けたまわる。皆の苦しみもがく思念こそ私にとって最高の歓迎なのだ。魔界もまだ腐ってはいなかったか。100年の間に蓄えた私の力、無駄ではなかったな。ただ勝敗の興味は最初から存在しないのが残念だ。勝者はすでに決まっている。それは私だ。いい腕をしてるわ。こんな楽しい戦いは久しぶり。でも口数の多い男は嫌いよ。どけ。魔界への案内などいらん。魔王ベリオールの居場所、100年経とうと忘れはせん。いろんな男を見てきたけれど、あなたもひ弱なろくでなしなのかしら。何者だ。魔界には退屈していたところなの。少しは楽しませてよ。で、そう、あったの。さすがは魔界。無駄に長い歴史を積み重ねていないということね。そうだ、あの坊やに教えてあげましょう。同じ魔族としてのよしみというところかしら。しばらくは退屈な時間を忘れられそう。